東海オンエアは日本の愛知県岡崎市に拠点を置く6人組 YouTuber ーーグループ。メンバーは哲也、芝優、良、都市密、夢丸、虫メガネ。2013年に YouTube より動画投稿を中心とする活動を開始。2017年から歩むに所属している。YouTube チャンネルとしてメインの東海オンエア、サブの東海オンエアの控え室。 並びに、各メンバーのチャンネルが存在する。メンバー全員が愛知県出身者ということから、東海オンエアと命名。愛知県岡崎市の観光電道士に任命されている。ネタ動画やドッキリなどをテーマに動画投稿を始める。リーダーの哲也によると、子供がやりたくてもやれないことを代わりにやるというのが、東海オンエアだと語っている。また、メンバーの虫眼鏡によると、 動画投稿を始めた理由としては、自分たちのやっている悪ふざけをいろいろな人に見て、もらえたら面白いのではという気持ちがあったという。活動初期から、過激な内容に果敢にチャレンジしており、過酷な十字架と呼ばれる罰ゲームが定番である。例として令和が終わるまで、シュークリームを食べられない、令和の間ビールは、朝日だけや、過去には3ヶ月間ファラオの格好をする、1ヶ月間語尾が、 アストーといったものがあり、その絶対的な執行は、プライベートの時間にまで及ぶ。体を張った企画をやらせたら、YouTuber 会一との声も高い。2013年10月12日に YouTube チャンネルを開設。2015年11月15日、愛知産業大学にて、オフ会イベント、秋田、お芋だ。東海オンエア超絶大収穫祭、を開催。 2016年、岡崎城下家康高夏祭りにゲスト出演し、愛知県岡崎市より岡崎観光伝道士に任命される。以降、2020年まで毎年任命され続けている。2016年10月1日にメンバーの柴優が同じく YouTuber であるあや、なんと入籍した。現在は二児の父であり、柴南チャンネルでの活動も行っている。 2017年2月14日、メンバーの哲也が牛丼を食べる動画を見た、見知らぬ女性から、ストーカー被害に遭うという事件が起きる。なお、犯人の女性は、同年12月に初め社長へのストーカー行為で、再逮捕されている。また、動画の企画で、ツイッターに投稿した、いいね数に応じて、電話番号を晒すというツイートが炎上するといった、騒動も起きた。 2017年7月1日の動画にて事務所のジェネシスワンを対処することを発表し11月18日に開催されたユム主催のイベントユーフェス2017でユムに加入することが発表された2019年6月日本コカ・コーラ株式会社の東京オリンピックに向けたチームコカ・コーラ東京20オリンピックのアンバサダーに就任ヒカキン はじめ社長、フィッシャーズ、アバンティーズ、水溜まりボンドと共に、イベントにも出演している。ビッツター社の集計による、日本国内のチャンネル登録者数1000人以上の、YouTube チャンネルの2019年チャンネル、総再生数ランキングで1位となった。2019年から2020年にかけて、イベントツアー、ガチンコくじくじビキビキツアーツアーどんどん、ツアーを開催。 2019年11月16日に仙台ギグスにて宮城公演。2020年1月18日に出雲市民会館大ホールにて島根公演を開催した。2020年5月に開催予定であった三重公演、栃木公演は新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑みて中止された。ビッツター社の集計による2020年上半期の YouTube チャンネル総再生数ランキングで1位となった。メンバーそれぞれにメンバーカラーが定められており、動画内の字幕の色は、発言した人のメンバーカラーになっている。その他、ヒカキン、はじめ社長、草薙強し、本郷奏太、岸田達也、エキトラハウス等とも交流があり、たびたび動画でコラボしている。ありがとうございます。